さんこんにちは、アマチュア社交ダンサーのさつきです。今日はですね、新しいシューズを購入したので、そのレビューをしたいと思います。よろしければ最後まで見てってください。はい、ではですね、早速紹介したいと思います。今回買ったのはティーチャーズシューズになります。で、まあ、今回買ったメーカーはこれです。インターの買いました。で、直接インターの公式のサイトから買って、まあ、イギリスから直輸入っていう形で買いました。でね、これね、もう最近の練習もほぼこれって感じなんだけどね、マジで可愛いの。見てください、ちょっとこれです、これ。じゃじゃーん、めっちゃ可愛くない？これやばない？これね、ちょっとだいぶね使っちゃってるんですけど、すごい可愛い。あー、可愛い。ここにね、ちゃんとインターって書いてるんですよ。はいはいはい。でね、ちょっといくらだったかな、17,085円でした。あっちの価格、っていうか、その引き落とし、カードの引き落とし額が17,085円でした。でサイズはここに書いてるね、サイズ5で、横幅が私ワイドで買いました。はい。でこれちょっと後でちょっと貼っとくんですけど、リップスティックっていう確か柄 の、 フルソールで買ってます。はい、フルソール、ここがちゃんと硬いですよっていうのがフルソールなんですけど、うん、これを買いました。でね、これのどこがいいかっていうとね、まずね、このヒールの部分がちょっとこういう風にね、ここまでこうあるんですよ。なのでこうフットワークでさ、こうヒールをこうするとき、ここもちゃんとカバーできますよっていうところと、あとはね、ライズするときすごくしやすいような、こうこの素材になってるんですよね。ここがとにかく柔らかいんですよ。生地はなんかちょっとサテンっぽい感じの生地なんですけど、とにかくね、すごい柔らかいので、中はちょっと汚いんですけど、こういう感じでちょっと発泡スチロールみたいになってます、この水色のが。うん、だからね、すごい、今まで私結構スーパーとか、あとは AD さんとかも履いてきたんだけど、自分の足にやってんのはこれだった、ティーチャーズはね。私はなんか前の本当に初期に出させていただいた動画でもやったんですけど、なんだっけ、この幅があるじゃないですか。私は結構なんか足を自由に使いたいパーソンだから、結構ゆったりめで買うんですよね、この幅を。でインターは結構そうだな、うん、まあ普通かな、まあ普通ではないけど、ケントが多分一番細いのかな。それよりは一個なんか太いのをイメージしてもらった方がいいのかなと思うんですけど、私スーパーでも普通のやつワイドですって言ったんですけど、今回もワイドにしました。でその前に競技用で使ってたインターのやつだったら、エクストラワイド買ってたんですよ。エクストラワイドでかすぎないって感じなんですけど、でもなんか競技用だったらそれがね良かったんですよ。でも今回こうティーチャーズだし、なんか多分ワイドでいけるなって、こう適当に勘で買ってみたらちょうど良かったんですよ。多分ね、普通のレギュラーだったら、私靴下履いてこれ履くから、その靴下分も計算するとワイドがいいのかなって思ったので、まあ、ちょっとサイズ感として参考にしていただければと思います。はい、ということで今日はティーチャーズシューズのレビューしてみました。本当に履きやすい、とにかくいい。でも高いんですよね、やっぱ17,000円もするから、それだけちょっと痛いなってところもあるし、なんか挑戦してみたいと思ってる人にとっては引き金高いかもしれないけど、でもやっぱりすごくね履きやすい、やっぱり上質なものだなって思いました。なのでね、ぜひ挑戦してみてほしいし、とにかくやっぱ可愛いじゃないですか。可愛いからさ、やっぱテンション上がるよね、その練習の時。それってめっちゃ大事じゃないですか。だし私結構外反母趾とかもちょっとあったり、結構足痛いんですよ、もうなんかもう長年のが積み重なって。だからなんか結構手指骨っていうところのあたりが痛くて、まあ、ティーチャーズ履いてても痛いんですけど、こうヒール履いてるとなおさら痛いんで、最近こう試合もちょっとなかったのでティーチャーズでちょっとやらせていただいてたんですけど、まあ、そういう足に
こう痛みを抱えている人とかにとってもすごくいい手術だなって思ったので、ぜひ見に行ってみてください。で、概要欄にURL 貼っときますので見てってください。はい、では本日の動画以上となります。はい、ではまた動画更新します。バイバーイ。